首都圏の交通事情の大幅な改善が期待されているマニラ首都圏地下鉄。現地では正義のプロジェクトと言われ、フィリピンでは初となる地下鉄路線ですが、日本から技術などの支援を受け、ドゥテルテ政権の任期が終わる2022年までの部分開業を目指し、プロジェクトが進められています。先日、日本企業が車両の大量受注に成功したことを記事にしましたが、今月には地下鉄建設において重要な役割を果たすトンネル掘削機に関して、JFE エンジニアリング、IHI、三菱重工業のトンネル掘削機事業が統合した企業、ジムテクノロジー製の全断面トンネル掘進機が6台フィリピンに配送されることが発表。この掘進機は直径約7メートル、長さ95メートル、重さ700トンもあり、フィリピン運輸省のティモシー・ジョン・バタン鉄道担当次官によると、この巨大掘進機1機で1日12メートルのトンネルを作り、600立方メートルの土を掘削可能だそうです。バレンズエラ市ウゴングからパサイ市のニノイ・アキノ国際空港までを結ぶ約34キロのプロジェクトのトンネル掘削機として使用される計画に、運輸省のアーサー・トゥガデ長官は、パンデミックの最中も日本と協力しプロジェクトを進めてきた、新型コロナでさえも邪魔することはできないと語り、プロジェクトが計画的に進行中であることを強調しています。この件を ASEAN 諸国の情報を伝える人気サイトが取り上げ、大きな反響を呼んでいます。この地下鉄は2022年の部分運転時で1日あたり37万人の乗客を輸送可能とのことで、フィリピンの発展のために日本の技術が使われていると思うと誇らしいですね。 ASEAN の人々から寄せられた反応をまとめましたのでご覧ください。フィリピンが目覚ましい発展を遂げてて嬉しい。なんだよあのマシンは、めちゃくちゃかっこいいじゃん。こうやって ASEAN の発展を見るのは本当に幸せだ。日本主導のプロジェクトなら確かだよね。間違いなくワールドクラスの地下鉄になるさ。素晴らしいプロジェクトじゃないか。フィリピンの発展を願ってるよ。あんなとてつもない機械まで用意されてたのかよ。ものすごいプロジェクトだね。カンボジアより愛を込めて。日本はフィリピンの地下鉄にガンダムを送り込む気か？イングランドとフランスを結ぶドーバー海峡でも日本の掘削機が使われたって聞いたことがある。ドゥテルテ大統領の手柄にしたい人たちがいるようだけど、このプロジェクトは秋の大統領のおかげだから。日本製でよかったな。マレーシアの鉄道なんて 100% 中国製だぞ。日本製っていうのはやっぱり重要だよね。非イズル国によるプロジェクトなら間違いない。順調にプロジェクトが進んでてよかったじゃん。おめでとうフィリピン。アジア人のためのアジア、アジア国家同士の同盟、それこそが日本の最終目標だったんだよね。残念ながらアメリカはタフな相手だった。毒を持って毒を制すって感じだけどね。ただそれも繁栄のあり方の一つだろう。相互の幸福のための努力として必要だった。あの戦争は間違いなく僕らに刺激を与えたよ。思考アプローチを明確にしたんだ。この日本の掘削機はかなり優秀だよ。すでにフィリピンでは実績があるからね。クアラルンプールで大きなトンネルを掘った時もこのシールドマシンが使われたよね。 ASEAN では2番目となる全区間地下を走る地下鉄で、世界で最も深い地下鉄の一つでもあるらしい。日本製の地下鉄が走るなんて羨ましい限りです。これはすごいな。利用するだけで日本にいるような気分になりそう。国は違えど、それでも ASEAN はみんな家族だ。日本に感謝します。僕らの国を助けてくれてありがとう。これが日本が掲げた大東亜共栄圏の本来の姿だよ。動画の内容がいいと思った方は高評価、チャンネル登録していただくとさらに嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。